おやずザバースサーティフィケートと書かれた看板。バラク・オバマの出生証明書、ひいては大統領としての的確性に疑問を投げかけている。これは、ベネット新聞、ワールドネットディリーの出した広告の一部で、看板右下に、同社の URL が書いてある。2011年4月27日に公表された、オバマの出生証明書。 オバマは1961年8月4日午後7時24分にホノルルで生まれたことが記載されている。バラク・オバマの国籍陰謀論は、バラク・オバマ大統領は出生時にアメリカ合衆国の国籍を有しておらず、アメリカ合衆国憲法を第2条が定める出生による合衆国市民に該当しないため、 アメリカが衆国大統領たる資格がないとする陰謀論。2008年の大統領選挙運動中、大統領就任中、そして大統領職を退任した後も、オバマの宗教的選択及び心情や出生地、国籍に関する様々な報道があり、こうした点に疑義を提出続ける人々の動きは、やがてマスコミからバーサー運動と呼ばれるようになった。 この中で、オバマは合衆国憲法を第2条の規定する出生による合衆国市民ではないので、大統領になる資格がないとする誤った主張がなされ、主に米国の保守派、共和党員、黒人に反感を抱く人々などによって支持された。この陰謀論の主な根拠として、オバマが公表した出生証明書は偽造されたものであり、実際の出生地は、 ハワイではなくケニア植民地であったとする説がある。他に、オバマは幼少期にインドネシアの市民権を得たために、米国市民権を失ったとする説や、オバマはイギリスとアメリカの二重国籍者として生まれたため、出生による合衆国市民ではないと主張する説もある。政治評論家の大多数は、こうした様々な主張を、 米国史上初のアフリカ系アメリカ人大統領で、あるオバマに対する人種差別的な反応と捉えている。こうした陰謀論は非主流派の論客らによって懸念されたが、その代表的人物は後に、オバマの公認として、米国大統領となる、ドナルド・トランプであった。非主流派の中には、オバマが、 大統領に就任する資格がないとする宣言や、大統領資格がないことを裏付けるであろう様々な文書へのアクセスを認めるよう求める訴訟を起こした者も,もいたが、そうした努力が実ることはなかった。また政治的に対立するグループ、特に共和党の中には、オバマの市民権について会議的な意見を表明したり、それを認めようとしない者も,もいた。 オバマの国籍陰謀論は大統領選挙前の2008年にオバマがハワイの公式出生証明書を公開してもハワイ州保健局が原本に基づいて内容を確認したとする声明を発表しても2011年4月に出生証明書原本のコピーが公開されオバマの名前が掲載された当時のハワイの新聞の出生欄が公開されてもなお 根強く残り続けている。2010年に実施された世論調査では、米市民成人の少なくとも25%が、オバマが、米国で出生したことを疑っていると、回答していたが、2011年5月に、ギャラップが行った世論調査では、その割合いが13%にまで低下していた。これは、2011年4月に、オバマが、 出生証明書原本を公開したことに起因するものと見られている。オバマの大統領資格について疑義を表明したり、彼の老い立ちに関する事実を受け入れない人々は、俗にバンサーズと呼ばれる。これは、アメリカ同時多発テロ事件陰謀説を信じる人々がトゥルーサーズとあだなされたことにこうしたもので、こうした陰謀論を信ずる人々は、 オバマの生い立ちについての次のような事実のうち、少なくとも一部を否定している。バラク・オバマは1961年8月4日、ハワイ州ホノルルにあるカピオラニサンプ人科病院で誕生した。オバマの母は、アメリカ合衆国カンザス州イチタ出身のアンダナム。父バラク・オバマシニアは、イギリス保護領ケニア植民地、ニャンザ州ニャンゴマ、コゲロ村出身のルオ族で、 当時ハワイ大学に通っていた。オバマの誕生は、地元紙ホノルルアドバタイザーでは1961年8月13日付の誕生欄、ホノルルスターブレティン氏では8月14日の誕生欄にそれぞれ掲載されている。オバマシニアの入国管理記録にも、バラク・オバマがハワイで生まれたことが明記されている。オバマの高校時代の先生の一人は、 オバマの母親と知り合いで、オバマが生まれた日のことを聞いたことを覚えている。オバマの両親は1964年に離婚した。オバマは1966年から1967年まで、ホノルルのノエラに小学校付属幼稚園に通った。1967年、オバマの母は、インドネシア人学生で、 ハワイ大学に通っていたローローソエトロと再婚し、一家はジャカルタへと移住。オバマは、同地でまず、カトリックストリート、フランシス・オブ・アシシジスクールに通い、その後、メンテン地区にあるインドネシアのエリート公立校に入学した。インドネシアでの少年時代オバマは、バリーと呼ばれ、時に、義父の姓により、バリーソエトロ、また、ジップの姓から、バリーオバマなどと呼ばれた。 1971年10歳の時にオバマはホノルルに戻り母方の祖父母マデリンとスタンレイと暮らし始め以降オバマは米国に居住し続けている2008年3月初旬からオバマがケニアで生まれてから飛行機でハワイに来たという噂が保守系のウェブサイトで広がった同年4月ヒラリー・クリントンの一部支持者間で 同内容の匿名チェーンメールが出回り、この話を焚き付けたことで解雇された選挙運動ボランティアもいた。これらを含む多数のチェーンメールが、その後の大統領選挙中に、オバマの祖先、宗教、出生証明書に関する虚偽の噂を流布していった。2008年6月9日、保守系の雑誌ナショナルレビューオンラインのジム・ジェラティが、 オバマは出生証明書を公表してはどうだろうかと提案した。ジェラティは出生証明書を公開することでネット上にルフしているいくつかの誤った噂。例えば、オバマのミドルネームはもともとフセインではなくムハンマド。母が付けたファーストネームはバラクではなくバリー。バラクオバマシニアは彼のジップではない。故にバラクオバマは出生による 米国市民ではないなどが虚偽だと証明できると述べた。2008年8月、ペンシルベニア州民主党委員会の元会員、フィリップ・ジェイバーグは、オバマは、ケニアのモンバサで生まれたと主張して、オバマに訴訟を起こしたが失敗に終わった。2008年10月、米公共ラジオ局の記事が、ケニア生まれのバラク・オバマ上院議員に言及した。また同月、オバマが、 ケニア生まれであることを AP 通信が報じたと主張する匿名メールが出回った。この主張はケニアの現地市に5年前に登場した AP 通信の話に基づいていた。噂検証サイトのスノープスはオバマをケニア生まれとかファーストネームの綴りが違うと書いている見出しや導入部は ケニアの新聞によって付け足されたものであることを暴き AP 通信発行の記事や同時期に AP 通信記事を取り上げた他市には一切見当たらなかったことが判明した2008年6月に大統領キャンペーン中に公開されたバラク・オバマの出生証明書のスキャン画像1961年にハワイ州で発行された出生証明書のサンプル証明書には 病院名と医師の名前が含まれる。2008年6月、オバマ陣営は、ファイトザスミアズというウェブサイトを立ち上げそこに、オバマの出生証明書の画像を投稿して、噂に対抗した。レーザー印刷された文書のスキャン画像は、2007年6月6日に、ハワイ保健省が発行した、同省認定入りのものだった。これは、証本にあたる、生誕証明書であり、 東本の出生証明書よりも情報は少ないが、ハワイ州ではもはや東本を発行していない。ハワイ保健省の広報官は、出生記録が一元管理で、電子ファイルに収められた2001年に、ハワイ州は証明書の東本発行を停止したと説明し、そのため、ハワイ州には、証明書の証本や東本というものがないと説明した。一部が手書きで一部が、 タイプ入力された生誕記録は、オバマが生まれた1961年に作成及び提出されたもので、州保健省一回ファイルだなのが視察の中に収められているという。この文書は、同州の電子記録を作成するのに使用され、論争が始まってから、幾度も州当局によって調査されている。証明書を公開するにあたり、オバマのウェブサイトはこの噂が、 実際には単に養子の有無を問うものではなく、バラクが米国市民ではないと思わせるよう人々を印象操作するものだと宣伝した。同人英はデイリーコスのブログにも文書コピーを提供した。この公開に言及してナショナルレビューにコラム執筆するジム・ジェラティは2008年6月12日に次のように書いている。この文書は 彼あるいは彼に委任された、誰かが、州から与えられたその記録です。ハワイ州保健証内部に、複数の広大な陰謀がない限り、彼の出生証明書が異なるデータだと考える、理由は存在しません。オバマの的確性を疑問視する人々にしばしば出てくる、議論は、彼が最初から、自分の原本、または、東本の出生証明書コピーを公開せずに、 1961年、ハワイ発行でもすべての情報を含んでいない、証本だったことに関連している。最初の文書である、生誕証明書という文言使用が、出生証明書と同等なものを意味しないと、主張したのである。メディア調査、この事案に取り組んだすべての司法討論会、ハワイ政府当局者によって、この議論は、幾度となく誤りだと証明され、 その中で、オバマ陣営が公表した文書は、実際の彼の公式な出生証明書だという、コンセンサスに達した。州保健局長は、同州が、国家の方針と手順に従って、オバマ上院議員の出生証明書の原本を、記録していると断言した。なお、証本は、どんな裁判手続きにおいても出生事実の証明に、十分と言える証拠である。 陰謀論者による否定2008年の証明書公開は新たな疑念を生むこととなった。陰謀論者らはこの証明書は画像編集ソフトフォトショップを使ってデジタル加工されたもので州政府のスタンプもないオバマは1961年の出生証明書原本を公開せよと迫った。ザ・オバマネーション レフティスト・ポリティクス・アンド・ザ・カルト・オブ・パーソナリティの著者ジェローム・コル氏は、フォックスニュースの取材に対し、オバマ陣営は、本物ではない偽物の出生証明書を自分たちのサイトに載せた。この画像には、フォトショップの加工跡が見られる。このサイトに今掲載されているのは、偽造書類だ。オバマ陣営は、本物の出生証明書を公開しようとしていないと、答えた。 だがこうした見解は、州政府当局からもメディアからも、独立系事実確認団体からも否定された。米非営利団体、ファクトチェックは、オバマジミエを訪れ証明書原本を確認した、上で次のように述べている。ファクトチェックのスタッフが、証明書原本を実際に目で見て触って調べ、写真も撮りました。その結果、この証明書は、 米国籍を証明するための州当局要求をすべて満たす書類であるとの結論に至りました。スタンプや署名がないからといった主張は誤りです。この書類の公開像度版を裏付け書類として本記事に掲載します。私たちの結論は、オバマ氏は本人が主張してきた通り、アメリカ合衆国生まれである、です。 コルシは2019年3月下旬までオバマの出生証明書に疑問を投げかけ続けた。CNN のインタビューで彼はケニアからの元の1961年の出生記録を見たい、それで解決するはずだ。ハワイ州はこれらの記録を誰にも見せようとしないと主張した。コルシの弁護士ラリー・クレーマンは同じインタビューで 出生証明書では1961年にアフリカ系アメリカ人という文言を使っていると虚偽の断言をした。ハワイ州保健局の対応ハワイ保健局局長の千代目吹野はハワイ州当局にはオバマの州の指針と手続きに則っ,った出生証明書原本の記録があることを認める声明を発表した。声明では バラク・フセイン・オバマ上院議員の公式出生証明書に対した数の開示請求があるとしながら、当局はその本人との血縁関係がない人たちにそれを公開することを禁じられていると説明した。彼女は州当局の誰からもリンダ・リングル知事からもこのバイタルレコードをハワイ州が保管する他のバイタルレコードと別の やり方で取り扱うようになどといった指示は受けていない、との説明がなされた。CNN の調査員によれば、ハワイ州は2001年に、すべての出生記録書類を破棄したため、出生証明書の原本はもう存在せず、今ある出生証明書は、原本の写しであるという。ハワイ保健局広報担当ジャニス・オークボは、バイタルレコードは破棄していないと述べ、 ハワイ州保健局局長も次のように強調した。私、ハワイ州保健局局長、千代目吹野は、ハワイ州保健局のファイルに保管されている、バイタルレコード原本を見て、バラク・フセイン・オバマ氏が、ハワイ州で出生した喫水のアメリカ国民である、ことを確かめました。この声明にも、そして8ヶ月前の2008年10月に発表した、声明にも、 これ以上何も付け足すことはありません。2011年4月22日、オバマは、ハワイ州保健局長のロレッタ・ファディに、生誕証明書の原本の公認コピーを依頼した。書簡に添えられたのは、オバマの顧問弁護士、ジュィスコーリー直筆の要求で、コンピュータで生成された、証明書のみを発行するという同部署の方針法規を、要請するものだった。 この方針放棄をすることが大統領の出生記録への相次ぐ要請の負担から同部門を緩和することになるだろうとコーリーは主張した。2011年4月25日、ファディはこの要求をのみ保健局の当機関が公認コピーを発行する際には写しの手順を確認した。同日、コーリーはホノルルにある同局本部で オバマに代わり必要な料金を支払い、要請してあった、出生証明書原本の認定コピー二部、原本と同一であるとの信憑性を証明するファディからの添付書簡、この手続き料金の領収書を受け取った。ファディは、出生証明書の継続的な要求を避けるために、オバマの地位のおかげで、コンピュータで生成された写しだけを発行するという、 通常の方針に例外を与えたと述べた。2011年4月27日、ホワイトハウスの職員は、この証明書のコピーを記者たちに渡し、証明書の PDF 画像をホワイトハウスのウェブサイトに掲載した。この証明書は2008年に、公表済みの公的な証明書書本に書かれていた、情報を再確定するもので、オバマが生まれた。 病院名などの詳細も追加提供されていた。陰謀論者による否定新たに公開された文書は、画像編集ソフトで作られた偽造である、というドラッジレポート発信の主張が、ネット上で急速に広まった。だが、ナショナルレビューの技術責任者、ネイサン・グールディングは、ホワイトハウスの PDF で見つかったレイヤー成分の、件を、ハワイで、出生証明書をスキャンした。 誰かが、スキャナーの OCR 設定をオフにし忘れたものだと、示唆して否定した。姉さんは、この画像をスキャンして PDF に変換し、その PDF を最適化し、その後、Adobe イラストレーターで開いてみたところ、実際に出生証明書 PDF に見られるものと、同じレイヤーが作られていることを、私は確認しました。あなたも家で各自試すことができますと付け加えた。 身元書類開示せよ。アフリカ系アメリカ人のニュースサイトグリオの解説者ゴールディテイラーは、オバマが出生証明書を提示することになった要請を、かつて黒人が事務苦労法の下で義務付けられていた、身元書類を開示せよを彼にさせているのと同等だと特徴付けた。社会学者マシュー・ W ・ヒューイは、理想的で申請の米国市民たる。 白人アングロサクソンプロテスタント対象者の混在に反対するオバマへの人種的他者の証拠としてこの主張の多くを引用した。オバマ大統領の的確性に反対する人たちの一部が彼はケニア生まれなので出生による米国市民ではないと主張している。オバマが米国外で生まれたか否かは出生時に彼の米国市民権が無効になっていたかで論じられている。 ロサンゼルスタイムズ紙の政治評論家、アンドリュー・マルコムは、オバマの母親は、アメリカ市民だったので、オバマは、生まれた場所に関係なく、大統領に就任する資格があると主張し、オバマの母親が、バリー・ボーヤが生まれた時火星にいたとしても、彼は以前として、アメリカ人である。と語った。反対の見解は UCLA 法学教授友人ボロックによってルフされ、 仮に、オバマが、米国外で生まれたというシナリオなら、当時の法律では少なくとも、14歳以降5年間の米国滞在を、オバマの母親に要求していたため、その3ヶ月前に生まれたオバマは、出生による、米国市民ではなくなるという。オバマ父方の義祖母の事案間違いだがよく広まった。説として、オバマ父方の義祖母、サラ・オバマが、アナバプテストの主教論幕例に、 自分はオバマがケニアで生まれた時に居合わせたと長距離電話で語っており、その録音があるという。マクラッチー氏はオバマの偽祖母に関する話がどのように始まったかを説明した。このテープは会話の途中、彼女がオバマはモンバサで生まれていません。彼はアメリカで生まれましたとの趣旨を明言する箇所の手前で切られている。中略その後の受け答えでもオバマは ハワイ、ハワイです。彼女は、彼が、ハワイで生まれたと言っていますと、女性の話に続けて翻訳者が語っている。2007年シカゴトリビューン紙のインタビューで、サラ・オバマは論争解明の、さらなる巧妙を投げかけた。このインタビューで彼女は、 バラク・オバマシニアとアンダ・ナムが結婚してから6ヶ月後に、バラク・オバマ2世が1961年8月4日に生まれたことを告知する手紙をケニアの自宅で受け取ったと述べた。2012年6月にケニアの自宅で行われたインタビューで、サラ・オバマは一部の人たちは大統領がケニアで生まれたと信じたがっています。これらの人たちががあなたを悩ませたり、 彼の出生証明書を要請したことはありますかと質問された。彼女の回答は、とにかく、バラク・オバマは、ケニア生まれではありませんだった。偽造のケニア出生証明書2009年8月2日、オーリー・テーツという女性が、ケニアの出生証明書なるものを公開して、法廷文書に添付した上で、もしも、この証明書が本物であることが証明されれば、 キーズ対防炎訴訟における訴訟期間を大幅に短縮するはずだと自ら語った。提出された法的文書には出生届の認証等本の未承認カラーコピーとの説明文が付記されていた。この文書はほぼ即座に偽造であることが明らかとなった。それはケニア共和国によって発行されたと称しているが、実際のところ文書に記されているような国家は、 オバマの誕生時にまだ存在していなかったのである。その後、ケニアの出生証明書と提出されたものが、オーストラリアの出生証明書を改ざんしたもので、あるとの証拠がオンライン系譜サイトで見つかり、明白となった。ウェブサイトのワシントンインディペンデントは、偽造を請け負ったものとして、アノニマスブログ利用者を挙げ、その主張を立証する4枚の写真を投稿した。 オバマのハワイ州の出生証明書が存在するにも、かかわらず、とりわけ弁護士、テリー・ラーキンは、外国生まれの子供を含め誰もが、ハワイの出生証明書を取得できるので、オバマの、そうした、証明書の所持は、彼が、ハワイで生まれたことを証明するものではないと主張した。しかし、これがオバマに適用された可能性があるとの示唆は、ハワイ州保健局の広報部長、 ジャニーをオクボによって次のように否定された。例えば、仮にあなたがバリ島で生まれた場合でもハワイ州から証明書を受け取ることは可能だが、そこにはあなたがバリ島生まれだと書かれています。あなたがホノルル生まれだと書かれている証明書を取得することはできません。同州には証明書に表記する事実の確認をする義務があるのです。 この主張に反論するもう一つの事実として外国生まれの子供がハワイの出生証明書を取得することを許可する法律はオバマが生まれてから20年後まで存在しておらず一方オバマの公表した出生証明書は誕生4日後の1961年に出生情報が記録されたとあるため彼がホノルルで生まれたことを自明に述べている さらに一部の人たちは、出生証明書の情報は、片親の証言に基づいているだけで問題ないと、主張している。2009年7月27日、フキノは、ハワイ州保健局のファイルに保管されている、バイタルレコード原本を見て、バラク・フセイン・オバマ氏が、ハワイ州で出生した喫水のアメリカ国民である、ことを確かめましたと明言した。 ハワイ州保健局広報官ジャニス・オークボは、バイタルレコード公開に関する州の指針について、もし、オバマ人営の誰かが、オバマの代理人であることを確認できる何らかの、書類を持って直接こちらに来て、オバマの記録を公開することを許可されるのでしたら、バイタルレコードを公開できますと、具体的に説明した。カピオラに婦人科、小児改良センターの広報担当は、 連邦プライバシー法を引用しつつ、たとえ他のあらゆる情報が、オバマはカピオラニ病院で生まれたと言っていたとしても、自分たちの標準手続きではオバマがそこに生まれたことを、肯定も否定もできないと発言した。1961年8月13日のホノルルアドバタイザー誌に掲載された、オバマの誕生告知1961年8月13日と14日に、 バラク・オバマの出生告知が、ホノルルアドバタイザーとホノルルスター・ブレティンの両師で、掲載され、オバマ両親の自宅住所がホノルルにあるコロニア・ナウレ、ハイウェイ6085だと記載されていた。2008年11月9日、アドバタイザー紙は、マイクロフィルム記録から、当該イランのスクリーンショットをトリウェブサイトに掲載した。この誕生欄は、 保健局から定期的に送られてくる情報をもとに、各新聞紙に掲載されるものであった。2009年7月29日に発行された社説で、両方の新聞の人口動態統計表は主だった、州立図書館のマイクロフィルムで、利用可能であるとホノルルスター・ブレティン氏は指摘し、この赤ちゃんがいつか、米国大統領に選出される道を切り開いておく、つもりで、 州の保健局とオバマの両親が共謀して新聞各紙に虚偽の情報を提供したとでも言うのだろうかと皮肉を込めて問いかけた。オバマは幼少期に暮らしていたインドネシアの市民権を取得したことが示唆されている。オバマがすでに米国市民ではないことを証明する試みとして一部の人たちは彼の1981年のパキスタン旅行が 米国のパスポート保有者入国禁止と思われる時期に行われており、ということは彼は、米国以外のパスポートを使用したに違いないと主張している。ただ実際にはそうした入国禁止が存在しなかった。1981年のニューヨークタイムズ記事や米、国務省の旅行勧告が、米国パスポート保有者による、 パキスタン旅行が当時合法であったことを明らかにしている。2009年からエイプリルフールのデマメールがネット上でルフされるようになった。その虚偽の主張はオバマがフルブライト奨学金を得るためバリーソエトローという名前でインドネシアからの留学生だと主張してオクシデンタル大学に応募したというものだった。オバマの不適格性のもう一つの理論には 彼の出生地とは、無関係に、出生による市民の憲法上の定義を彼が、満たしていない、というものがある。アメリカ合衆国憲法修正第14条には、合衆国内で生まれまたは合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民であると書かれている。法学教授ガブリエル・ジェイチンによると、出生による市民には、 修正第14条に基づき誕生によって市民になったものという取り決めがあるとされる。この取り決めがあるにもかかわらず、似て、非なる二つの理論が、ハワイで、オバマが生まれたとしても、出生による市民としての資格がないと主張している。テネシー州を拠点とする、リバティリーガル財団などの一部運動家は、人が、第2条第1項の意味する出生による市民である、ためには、 当人の誕生時に両親いずれもが、米国市民である必要があると主張している。この理論に加担している人々は、オバマの父親が、米国市民ではなかったので、オバマは、出生による市民たり得ず、米国大統領になる資格がないと論じている。リバティリーガル財団は、米国最高裁判所に持ち込まれた1875年選挙権訴訟の、 判決の一説を引用しており、その中で最高裁は、両親がそこの市民である国で生まれた子供は、全員が出生による市民であることに、疑念の余地はないと述べている。オバマの的確性に関する、この法制理論は、幾度となく敗訴した。ニュージャージー州の弁護士、レオドナフリオを含む、他の人々は、彼が出生時に二重国籍であるなら、その人は、 出生による市民になり得ないとの間違った主張をしている。この説を支持する人々は、オバマの父親が、オバマ誕生時に英国と植民地の市民だったので、オバマは二重国籍であり、ゆえに出生による、米国市民ではないと主張している。2008年8月、コロラド州デンバーで発行されていた、日刊誌ロッキーマウンテンニュースは、オバマは、 米国人であると同時に、ケニア人でもあるとする記事をオンライン上に掲載した。だが、この記事は誤報であることが判明。同氏は、虚偽報道に対する謝罪文を発表したが、オバマの大統領就任資格についてのネット上の噂をさらに煽る結果となった。ファクトチェックは、オバマはケニアが、英国の植民地であった時代のケニア人を父親に持つことから、 英国法の下では、連合王国及び植民地市民であったが、1963年にケニアが独立した際に区画区としての市民権を失い、ケニアの市民権を得たものの、1984年23歳の時にケニア以外の国籍を正式に放棄し、ケニアへの忠誠を誓うことをしなかったことから、オバマはケニアの市民権を自動的に失った。 と説明している。オバマ出生証明書の正当性に疑問を投げかける、抗議者たち、オバマの大統領資格を疑問視する、人々の中でも著名なのが、ペンシルベニア州弁護士で9.11、陰謀論者でもあるフィリップ・ジェイ・バーグである。バーグは、自身を、リベラルよりの民主党員で、大統領候補には、ヒラリー・クリントンを支持するとしている。 この他著名な人物として、2004年のイリノイ州、上院議員選挙で、オバマと議席を争ったアラン・キーズがいる。キーズは、レーガン政権時代に、外交関係権があり、現在はメディアに出演し、保守派政治活動家を自称して活動している。カリフォルニア州の司会兼弁護士で、ソ連からイスラエルに、その後アメリカに移住した経歴を持ち、 アメリカとイスラエルの二重国籍者でもある、オーリー・テイツは、オバマの国籍問題追求の顔とも言える、存在であることから、バーサーズの女王鉢とも呼ばれている。他には、オバマは、実は、イスラム教徒だとする運動を始めた、放末政治活動家、アンディ・マーチン、2008年12月にシカゴ・トリビューン氏に、全面広告を掲載し、オバマが、ケニアで生まれたことや、 その後米国籍を放棄したなどと主張した納税抗議者で政治活動家のロバート・エル・シュルツなどがいる。第三政党のアメリカ立憲党もオバマは正式な出生証明書を公開せよとのキャンペーンを行っている。AMERICAMUSTKNOW.com というサイトはオバマの大統領就任に反対票を投じる不実の選挙人になるように アメリカ選挙人団に対してロビー活動を行うよう訪問者に促した。全国の選挙人たちのもとには、オバマ氏の出生証明書は偽造であり、彼がケニアで生まれたことを主張し、オバマの大統領就任を否定するよう要,要求する多数の手紙や電子メールが送りつけられた。ネット上の運動参加者の中には、週に一度電話会議を行って、 最新のニュースや話をどうやって広めるかを話し合う、などの調整を行っていた者もいた。またニュースサイトワールドネットデイリーもこの陰謀論を支持し、最高裁へ手紙を書くキャンペーンを講演した。WND の創設者、ジョセフ・ファラーは、出生証明書はどこだとする、電子掲示板を使用し、オバマの大統領資格を確認する必要があるとする、 写説を何度も書いた。ラジオ番組ホストのマイケル・サベジ、ジョージ・ゴードン・リディ、ブライアン・サスマン、ラーズ・ラーソン、ボブ・グラント、ジム・クイーン、ローズ・テネント、バーバラ・シンプソン、マーク・デイビスらは自分の司会する番組で、オバマには大統領の資格がないとする主張を繰り広げた。ラッシュ・リンボーン・ボウ、ショーン・ハニティ、ルード・ブスも自分たちの番組で、 大統領資格問題を何度か取り上げている。特にサベジは、俺たちは非アメリカ市民が指揮する共産主義者によるアメリカのットに対する備えをしていると強く主張した。ただし、運動家たちの反オバマアプローチは必ずしも一致していない。例えば、ワールドネットデイリーは、フィリップバーグの出生証明書偽造を主張を批判しており、オバマの出生証明書について、 WND が偽造の専門家と共に行った調査で、この文書は本物であることが判明したと述べている。一方で、WND は、オバマ側に証明書原本の公開を求めて、WND は、オバマが誕生した頃、ハワイでは、外国での出生を、ハワイで登録することを認めていたと主張しているが、そのような状況で発行された、出生証明書には、 このルルなどハワイの地名ではなく、実際の出生地が記載されるという事実を無視している。その後、WND の記事は、記事の内容を撤回し、先に引用した、専門家について、どの専門家も、電子画像が本物であるか、偽造であるかについて決定な報告はできなかったと、述べている。この露骨な手のひら返しを見た、MSNBC のキース・オルバーマンは、 WND のジョセフ・ハラーを2009年に1月5日の世界で最悪の人物と紹介した。南部貧困法律センターのマーク・ポトクは、バーサーズ運動は求心右派から大きな支持を得ており、最も有害な人々もこの陰謀論を採用していると述べている。この有害な人々の中には白人至上主義者やネオナチのグループが含まれている。 2009年6月10日に発生した米国ホロコースト記念館銃撃事件の被疑者として告発された白人至上主義者であるジェームズ・フォンブルンは過去インターネットにオバマとメディアが彼の人生に関する文書を隠していると非難するメッセージを投稿していた。ポリティコのジャーナリストベン・スミスはこうした状況について次のようにコメントしている。 バーサーズ神話が暴力的な非主流派グループへ浸透している現状はシークレットサービスにとっても有料すべき事態であろう。神話の中心にあるのはオバマが大統領職にあることの正当性をいかにして否定するかなのだから。ドナルド・トランプはオバマの国籍陰謀論を広く拡散した人物の一人であり、このことによって政治的地位を高め数年後の2016年、 アメリカ合衆国大統領選挙での成功を収めたとも言われている。米政治学者のジョン・サイズ、マイケル・テスラー、リン・バブレックらによると、トランプは、事実上、バーサー運動のスポークスマンだった。この戦略は成功し、トランプが2011年に大統領選への出馬しようとした際、オバマを、外国生まれ、または、イスラム教徒、 あるいはその両方だと考えている共和党支持者の中でかなりの割合の人々がトランプ支持に傾いたという2010年当時トランプの顧問弁護士であったマイケル公園の働きかけでタブロイド紙ナショナルエンクワヤラーはトランプ大統領選出馬の可能性を懸念し始めまた公園が関与して同タブロイド氏は オバマの出生地と市民権に疑問を投げかける報道を始めた。2011年3月、情報番組グッドモーニングアメリカでのインタビューの中でトランプは大統領選出馬を真剣に検討していること、オバマの市民権について少し懐疑的であること、そしてこの見解を共有する人をバカの一言で片付けるべきではないと述べた。トランプはさらに 彼の幼児期を誰も知らないというポリティファクトでパンツオンファイアにランク付けされた主張を付け加えた。その後、トランプはトーク番組ザビューに出演し彼に出生証明書を見せてほしいと何度も繰り返した。トランプは何か気に入らないことが出生証明書に書かれているのではないかと推測する。コメントをしたが司会のウーピーゴールドバーグによれば ここ何十年かで聞いた中で一番でっかいクソみたいな話であった。2011年3月30日の CNN ニュースルームではアンカーのスザンヌ・マルボーが自身がハワイに行き幼少期のオバマを知る人たちと話をしたドキュメンタリーを作ったことを指摘してトランプの発言についてコメントした。2011年4月7日に放送された NBC テレビのインタビューでトランプはオバマが市民権を証明したことに満足していないのでこの問題から手を引くつもりはないと述べたトランプがこうした見解を公表し始めた後ワールドネットデイリーのジョセフ・ハラーがトランプに接触し一週間毎日のようにトランプと電話をしてトランプにバーサー入門書を提供したり質問への回答の 仕方やアドバイスなどを行っていたと報じられている。2011年4月27日にオバマ氏が出生証明書の原本コピーを公開した後、トランプは私は他の誰にもできなかったことをやり遂げたということなので大変光栄で非常に誇りに思っている。と語った。原本公開後の2011年4月30日夜。 ホワイトハウス記者協会主催の夕食会で行われたオバマ大統領のスピーチでこれまでオバマの国籍、出生地問題を攻撃してきたトランプがオバマのジョークのネタとなった。この時体制の前で恥をかかされたことが後のトランプ大統領選誕生のきっかけになったとする説もあるがトランプは大統領を目指す理由はいくつもあるがこれは違うと否定している。 2012年10月24日、トランプは、2012年10月31日までに、オバマの大学入学願書あるいはパスポートの申請書が公開されればオバマが選んだ、事前団体に500万ドルを寄付することを申し出た。2016年9月16日、共和党の大統領候補となったトランプは、バラクオバマ大統領は、アメリカで生まれました。以上です。 と認める発言を行った。トランプは論争を収束させたことを自らの手柄とした上で2016年大統領選のトランプの対抗馬であり2008年の民主党大統領選のオバマの対抗馬でもあったヒラリー・クリントンがオバマの出生地をめぐる論争を始めたという虚偽の主張を繰り返した。なおクリントン支持者の中には 出生地を疑問視した人々もいたが、クリントン本人や陣営がそうであったという証拠はない。リチャード・シェルビー2009年2月にアラバマ州の地元紙が報じたところによると、タウンホールミーティングで、リチャード・シェルビー上院議員が、オバマ氏は出生による合衆国市民ではないという噂は、本当ですかと尋ねられた際、彼の父親はケニア人で、彼は、 ハワイ生まれだと言われているけど私は出生証明書を見ていないと答えたという。シェルビー議員の広報担当はこの話を否定したが、地元紙は話は本当だとしている。ロイ・ブラント2009年7月28日、レポーターのマイク・スタークが、ミズーリ州選出の下院議員、ロイ・ブラントに、バラク・オバマが、 アメリカ合衆国で生まれた市民ではないという陰謀論について質問したところ、ブラントはこう応答した。私はわからない。なぜ大統領は出生証明書を提出しないのか。誰だって出せるでしょう。そして私はこれは正当な質問と思います。保険記録もない、出生証明書もないのだから。ブラントの広報担当は、これは文脈を無視して、 発言の一部を切り取ったものだと後日主張した。ジーン・シュミット2009年9月5日、オハイオ州ウェストチェスターで開催された、ボイス・オブ・アメリカ・フリーダム・ラリーで演説した、共和党のジーン・シュミット会議員は、オバマには大統領になる資格はないとコメントした、女性に対し、私もそう思います。でも裁判所はそうではないようです。と答えた。 シュミットの事務所は、その後、このコメントのビデオクリップは、文脈を無視して切り取られたものだと回答し、オバマは合衆国市民だというのが、シュミットの公式見解だと繰り返し述べた。その後シュミットは、自分は、オバマの大統領当選を決める、選挙人投票の結果を承認する票を投じており、オバマは合衆国市民であると信じているとの声明を、発表。 この声明は2009年7月28日に YouTube で公開された動画を受けて発表されたものでこの動画ではリポーターのマイク・スタークがシュミットにオバマ大統領の市民権について疑問があるかどうかを尋ねシュミットがスタークから逃げ去ろうとする様子が映されていたサラ・ペーリン2009年12月3日ラスティ・ハンフリーズのラジオトークショーでインタビューを受けたサラ・ペーリンは ハンフリーズから、もし2012年の大統領選に出馬することを決めた場合バラク・オバマの出生証明書を選挙運動の争点にするかどうかを尋ねられ、次のように答えた。世間は当然ながら、今でも話題にしていると思いますし、そうすることが問題だとも思っていません。有権者はまだ答えを求めていると思うので、わざわざ選挙の争点にする必要があるかどうかは、わかりません。 ハンフリーズは続けて、オバマ大統領の出生証明書に関する質問は、注目に値すると思うかどうかを尋ね、ペイリンは、私は注目されて当然だと思います。過去の交友関係や、過去の投票記録などと同じで、それらすべてが質問されるに値すると思う。マケイン、ペイリン陣営はこの分野で十分な仕事をしていませんでしたと述べた。 報道機関やブログなどが、ペーリンのこの発言を取り上げ、バーサー運動と関連づけて報道すると、ペーリンは、自らのフェイスブック上で、発言の意味は、有権者には質問する権利があるということであって、自分自身はオバマに出生証明書の作成を求めた、ことはないと釈明した。さらにペーリンは、オバマの出生証明書への疑問を、2008年の、 大統領選挙の際に自身に対して提起された息子トリグの実の母であるかについての疑問と比較した。ロサンゼルスタイムズ紙のマーク・ミリアンはペーリンがトリグが自分の息子かどうかという問題とバラク・オバマの出生証明書問題とを関連付けたことを激しく批判した。またペーリンとトリグの関係について会議的な立場にあるアンドリュー・サリバンは ペイリンのコメントに対して次のように述べた。ペイリンはトリグの出生証明書もトリグが本当に彼女の生物学的な息子であることを証明する客観的医学的証拠も何も出していない。デイビッド・ビッター2010年7月11日ルイジアナ州メペリーで開催されたタウンホールミーティングでデイビッド・ビッター上院議員は バラク・オバマの出生証明書に関する質問を受け、私、個人には、法廷で訴訟を起こす資格はありませんが、保守的で法で認められた団体などが訴訟を起こすなら、指示します。それが一番効果的かつ合法的な方法だと思っていますと述べた。ビッター陣営からはこの問題に関する追加コメントなどは発表されていない。 霊巾中佐の軍法会議2010年4月13日、アメリカ陸軍は、イム部隊医のテレンスリー霊巾中佐が、アフガニスタンへの配属を拒否したため同中佐を、軍法会議にかけると発表した。霊巾は、オバマ大統領は、出生による、米国市民であるか疑いがあることから合法的な、米軍最高司令官とは言えず、 従って自分をアフガニスタンへ派遣する法的根拠が欠けていると主張した。軍はレイキンのペンタゴンビル通行証を取り消し政府支給のノートパソコンを没収した。審議の期間中、レイキンはウォルターリード陸軍医療センターに配属された。レイキンの事例はステファン・クックの事例とは異なっている。退役軍人であるクックは 配属を志願し配属命令を受けたが、その後に含むを拒否する訴訟を起こした。これに大使軍はクックへの配属命令そのものを取り消すことで対応した。霊金のケースは配属命令を受けて、これを拒否したもので、米軍は統一軍事司法法典に基づいて訴訟手続きを開始した。2010年9月2日、軍判事のデニス・リンド大佐は、 オバマの資格はアメリカ合衆国議会の管轄下にあり、軍の判断の管轄外であるため、出生による合衆国市民というオバマの地位は、霊金に対する軍法会議とは無関係であるとの判決を下した。3人の退役軍人が霊金支持を公表している。カズトメは、モトリク軍少将で、フォックスニュースの主任軍事、アナリストポール・バレリーで、バレリーは、 インタビューの中で、私は、軍の中にいる大勢が、そして、軍の外でも大勢が、オバマが出生による、米国市民下に疑問を持っていると述べた。バレリーの声明を受けて、元陸軍少将,将、ジェリー・カリーと、元空軍中将、トーマス・マキマニーも、礼金指示を明らかにした。2010年12月15日、軍の陪審員は、 意図的に部隊の移動に参加しなかった罪で、レイキンに有罪判決を下した。翌日、霊ンは6ヶ月の禁錮刑と免職処分を言い渡された。出生証明書はどこだの標語が書かれたバンパーステッカー。共和党が今しなければならないことからそれは、そんなのクレイジーだと、ちゃんということです。 だから私もこう言います。大統領がハワイ以外の場所で生まれたと考えている人はクレイジーだと。こんなくだらないことはもうやめて我々が持っている本当の違いについて話そうではありませんか。共和党上院議員、リンゼグラム2009年10月1日、オバマの市民権に関する主張は2008年の大統領選挙戦でマケインジニエも論点とし、 最終的には取り下げられたものの、政治的右派の間では引き続き重要な問題であり続けた。活動家たちは2008年選挙人団の投票を拒否し、オバマの選挙を阻止するため共和党議員にロビー活動をかけるも、2009年1月に証明書、公開要求は失敗に終わった。2009年半ばになると市民権問題は、 ダイレクトメールやテレマーケティングで資金調達を行う右派組織にとって最もホットな話題であり最も儲かる資金調達源の一つとなっていた。出生証明書問題で署名を集めていたアランキーズのオンライン請願サイトなどは保守派運動がメーリングリストを作成する際の主要情報源ともなった。ニュースサイトワールドネットデイリーは2009年7月までの 間にこの問題に関する記事を200件以上掲載し、ホエアズ・ザ・バース・サーティフィケートなどと書かれた看板やバンパーステッカー、はがきなどを販売して数万ドルの売り上げを上げたという。自分たちがバーサー問題で攻撃を受けていることを認識している恩恵派保守政治家もいる。ティーパーティー運動の2009年の抗議デモでは抗議者たちが 出生証明書問題についての看板を掲げていたが、その中のいくつかは、デモの主催者によって推奨されたものであった。2009年7月に、ジョージタウンで開催された、市民対話集会で、オバマの出生証明書について抗議する女性に、共和党恩恵派のマイク・キャッスル下院議員が、もし今の大統領についてということでしたら、彼は、米国市民ですよと発言した際に、 ブーイングと嘲笑を受けた件は、マスコミでも広く報じられた。NBC ナイトリーニュースの報道によれば、この問題は、他の議員もよく耳にしているという。ある議員が匿名で番組に語ったところによると、この問題が、他のすべてを書き消すのが怖く、自分のタウンホールミーティングを宣伝する気になれないという。出生証明書運動家が提起した問題に、対処するために、 共和党議員の多くが州あるいは連邦レベルで法案改正や憲法改正を提案している。ただし一部の共和党議員はそれを嫌がらせ行為だとみなしており、この問題は消えてなくなってほしいとも述べている。民主党よりのコメンテーターは一部の共和党員が陰謀論の支持者から距離を置くことに消極的であると批判して共和党幹部は党の基盤である。 精力的な部分を阻害することを恐れて、バーサー運動を非難することに消極的であると述べた。NBC ニュースは、共和党は今その支持基盤にとても大きな問題を抱えているというのが、これらすべての背景にある本当の話ではないか、とコメントした。共和党全国委員会委員長、マイケル・スティールは報道官を通じて、スティール委員長は、これは、 不必要な妨害行為であり、大統領は、米国市民であると確信しているとの声明を、発表した。保守派のジョエル・ポラックは、日韓紙アメリカンシンカーの記事で、バンサー説が特に保守派の間で注目されている。理由は、共和党内の反対派の弱さにあると述べている。共和党内に強いリーダーシップを発揮する者がいない。中、その解決策として、 一部の党員たちが仮に絶望的だったとしてもバーサーロンに説得力を見出している。とはいえそれはほぼ確実にデタラメであるばかりか、保守系運動の本質的精神とも矛盾しているため、結局のところ自滅策である。アトランティック氏と CBS ニュースの政治アナリストマーク・アンビンダーは、この現象が当時共和党の直面していたジレンマの 核心部になっていたと次のように述べた。共和党の大統領候補者たちは、登場しては、注目を集めるバーサーたちの怒りをどうにか、発散させる、まま、方法を理解する必要がある。彼らが、この拡大する運動を追いやる場合、バーサーたちは、より過激な候補者を見つけるべく奔走するようになり、それは、共和党の政治的連帯をバラバラにしてしまうだろう。 政治アナリストのアンドリュー・サリバンはサンデー・タイムズ誌に次のように書いている。人工統計学からは基本的なことがわかる。黒人男性が大統領である。そのことを2009年になっても南部白人の大多数が受け入れられないでいる。彼らはオバマや彼が象徴するアメリカが終わってほしくて陰謀論にすがりついている。こうした南部白人が 共和党員を自称する、米国人の22%を占め、その割合は、増加傾向にある。そのため共和党は、この奇抜な考えを否定することも無視することもできずに、いる。馬鹿らしい、非主流論が共和党の中核に残っているものだと、言えよう。2009年7月27日、会話、ハワイ州の50周年記念決議を可決した。 この決議には、ハワイを、オバマ大統領の生まれた州と認める文言が、入っており、378から例の投票で、可決された。2008年10月、カリフォルニア州の新聞オレンジカウンティレジスターによる、政治世論調査では、調査に応じた、共和党員のうち3分の1がオバマは、合衆国外で生まれたと信じていると回答したという。当時、 オバマの市民権問題が広く報道されていたこともあり、2008年11月にオハイオ州立大学が行った調査では60%がこの問題を聞いたことがあると回答したが、オバマが合衆国市民でないとする主張を信じているとの回答は10%にとどまった。2009年7月にデイリーコスの委託でリサーチ2000社が行った世論調査によると、 77%のアメリカ人が、オバマが、アメリカで生まれたと信じており、信じていない人は11%、よくわからないと回答した人は12%であった。しかし、共和党員や米南部住民の中で、オバマが、米国で生まれたことを疑っている、人々の割合は、他の政治的、人工統計学的グループのそれよりも、はるかに高かった。オバマが、 米国生まれではないあるいは、わからないとする回答は合わせて58%で、合衆国生まれとする割合は42%であった。一方で、民主党や無党派層では合衆国生まれと信じている人々の割合は、それぞれ93%、83%と圧倒的に高い。オバマを、米国外生まれとする考えへの支持は、南部で最も強く、 アメリカの北東部、中西部、西部では、平均90%がオバマは、国内生まれと信じているが南部では47%であった。南部では、人種間格差も顕著である。ニュースメディアポリティコの議会記者グレンスラッシュは、リサーチ2000社の世論調査について、ロイ・ブラントラ共和党員がなぜ過激派のバーサーたちと、足並みを揃えているか、理由がわかるとコメントしている。 米政治科学者、ブレンダン・ライアンは、ナショナルジャーナルのポールスタードットコムのブログで、この世論調査は、保守的な評論家や共和党の政治家が出生証明書神話を奨励したことにより、この問題に関して GOP の基盤を活性化し始めたことを示唆している、との見解を示した。2009年8月に実施された公共政策世論調査では、 バージニア州の共和党員の32%が、オバマが、米国で生まれたと考えており、41%は、外国生まれ、27%はわからないと、回答していたことが判明した。ユタ州では、2009年8月にデザレットニュースと、KSLTV が行った、世論調査では、ユタ州民の67%が、オバマが、 米国で生まれたという証拠を受け入れていることが分かった。オバマがアメリカ生まれであることを信じていない、あるいは分からないとする人々は主に中年で低所得、大卒でない共和党員だということも調査で判明した。ピューリサーチセンターの世論調査によると、2009年8月までに80%のアメリカ人がオバマの市民権問題について聞いたことがあることが分かった。 報道に対する見方には、党派間で大きな隔たりがあり、この世論調査では、民主党員の58%が、疑惑はマスコミであまりにも注目されすぎていると、答えたが、共和党員は逆に、疑惑があまりにも注目されていないとの傾向が強く全体の39%が、こうした見解を表明したのに対し、注目されすぎだと答えたのは26%に、とどまった。 2010年3月に2320人の成人を対象に実施された調査会社ハリスポール社のオンライン調査では回答者の25%がオバマは米国で生まれていないので大統領になる資格がないと思うと答えている2010年7月に CNN が成人アメリカ人を対象として行った世論調査では16%がオバマが 米国で生まれたことに疑問を持っていると答え、さらに11%がオバマは、米国生まれではないと確信していると答えている。2011年4月に、オバマ大統領が、証明書等本を公開した後、疑惑の割合は急落した。同年5月に実施された成人1018人による、ギャラップ社の電話世論調査では、回答者の5%が、オバマが、 間違いなく他の国で生まれたと考えており、8%がおそらく他の国で生まれたと考えているのに対し、47%は彼が間違いなく18%がおそらく米国で生まれたと考えていた。政党別に分類すると、同世論調査で共和党員の23%、無党派層の14%、民主党員の5%が、 間違いなくまたはおそらくオバマは他国で生まれたと考えていることが判明した。ドナルド・トランプが大統領に選出される4ヶ月前の2016年7月 NBC 世論調査によると共和党支持者の41%はオバマが米国で生まれたことに同意しておらず31%はどちらとも言えないと答えた。2015年の調査では とりわけ、バーサー論の見解を抱く人たちについて、彼らは主に保守系、共和党であり、黒人に反感を抱いていることが判明した。2019年の調査では、米国の白人間にある、バーサー信仰は、人種的像と一位に関連していることが判明した。共和党の一部有権者及び、同党ティーパーティー運動支持者の一部が、 オバマには公職に就く資格がないと信じていたため、共和党は、支持を失うか、信用を失うかというジレンマにたびたび陥った。彼らは、オバマの正当性を、明示的に問うことなく、陰謀論に傾倒している支持者のご機嫌取りをする、微妙なラインを進む必要に迫られたという。ただし、元ミネソタ州知事ティム・ポーレンティと、元ペンシルベニア州上院議員、 リック・サントラムを含む他の共和党議員はこれらの主張を明白に否定した。このジレンマ状況の例が当時のジョー・バイデン副大統領によって空席になった上院議席のため2010年に立候補したデラウェア州代表のマイク・キャッスルだった。住民との対話集会でキャッスルはオバマが米国市民であると主張したため公正党員から罵声を浴びせられてしまった。 会員で主要な共和党恩恵派の一人である、彼は、後の共和党予備選挙で、ティーパーティー側の支援を受けたクリスティーン・オドネルに、敗れてしまった。オースティンでのティーパーティー運動で看板を掲げている、男性、オバマの的確性を疑問視する主張の支持者たちは、旧、1 1陰謀論者の続称、トゥルーサーになぞらえて、バーサーとの異名がついている。ネーション氏のレスリーサバンは、 月面着陸否認、ホロコースト否認、地球温暖化を否認する、人々、税金を払う必要があると信じない、ティーパーティー運動家、地球が6000年前にできたと信じるイエック、創造論などの団体と、今回のいわゆる、バーサーを比較した。MSNBC 政治評論家のレイチェル・マドウは、バーサーを次のように定義した。 バラク・オバマが大統領であることに付随する本当の問題とは彼が米国で生まれたなどあり得ないと確信している合衆国陰謀論者の新たな人たちのことである。オバマは大統領になる資格がない出生証明書は偽物、オバマは外国人このことがひとたび露見すればホワイトハウスは大騒ぎになる。 と邪推している人たちである、いか略多くの保守系論説家が、バーサーロン支持者と保守系運動における広範な影響を批判している。トークショーの司会者、マイケル・メドベドも批判的で、他の保守を、病的で、問題だらけで、文明集団にそぐわない一派に見せてしまうため、バーサーロン者たちを、保守運動の最悪の敵と呼んでいる。保守系、コラム作家カーアンコールターは彼らを、 まさしく少数派の変人と呼んでいる。2008年大統領選挙期間中、保守主義の学識者、スティーブ・サイラーも同様に、オバマがケニアで生まれたという理論は特に信じがたいと考え、バーサーたちの主張を次のように退り添けた。1961年に彼女がケニアに行くには何回別の飛行便を乗り継ぐ必要があったのか、あなたはご存知ですか ホノルルからカリフォルニア、カリフォルニアから、東海岸、東海岸からロンドン、ロンドンからカイロ、カイロからナイロビですよ。どれほどの費用がかかったのでしょうね。しかもその後、ホノルルにある近代的なアメリカの病院ではなく、アフリカで自分の赤ちゃんを抱えて立ち尽くすことになってしまうのですよ。この他世界中を逆向きに巡ることも可能ですが、 いずれの方法でも距離は変わりません。ホノルルスター・ブレティン氏の社説は、オバマの大統領的覚醒に関する主張を、オバマの両親、州当局、マスコミ、シークレットサービス、シンクタンク、そしてまだ名を知られていない多くの人が、オバマが誕生してからずっと、彼が47年後に大統領を目指すことが、できるよう凶暴して、 虚偽の記録を構築してきたとする気の遠くなるような陰謀論だとして退りけた。事実検証サイトのポリティファクトは出生証明書発行に関する一連の問題を次のように結論づけた。候補者の名前がバラクフセインオバマであるというポリティファクトの結論を反証するものや彼が公開した出生証明書が本物ではないという主張を裏付ける証拠は一つも 存在しない。そして、どれだけ多くの人たちが、疑惑の手がかりに固執しても、インターネットを使って、生来の不信感を煽っても、上述のことは、紛れもなく真実である。2008年11月、社会評論家のカミール・パーリアはこの話題の、バカげたことを、長々と話す、狂心的な行き過ぎを批判したが、オバマの対応についても、疑問を呈しオバマは、 この件で最新かつスタンプが押された証明書等本を発行するようハワイ州に公式に要請し著名な記者を幾人か招いてその文書を調査及び撮影することでこの問題すべてを数ヶ月前に終わらせることができたと述べた2008年12月にサロン氏のアレックス・コッペルマンはオバマが完全な証明書の原本コピーを 公開すべきでその噂や疑念が消えただろうという一般的なパーリアの主張に妥当ではないと反論した。陰謀論の専門家から教わったことでは熱心に活動する。陰謀論者は自分たちの説を虚偽立証するより多くのデータを提示された場合、新しい証拠を受け入れることを拒絶してしまう。無視できないものはどれも物語に合わせてねじ曲げてしまう。 正しさによる、論争を集結できる、はずの新たな怪人はどんなものでも、新たな疑念を生じさせるだけで、新たな陰謀だと認定するに過ぎないと彼は書いており、オバマの小本公開は、陰謀という怪物の熱気に火を注いだだけなので、証明書当本の公開でも、ほぼ確実に噂の堂々巡りを続けるだろう、とコッペルマンは予見していた。オバマの祖父母が、 孫がいつの日か大統領になれるよう新聞に誕生欄を仕込んだのだとする考えに対し、ファクトチェックは、その道を行くことを選ぶ人は、まず高品質のティンホイールハットを装着すべきだと提案した。同イと主幹事のブルックス・ジャクソンは、それは、バラク・オバマを好まない人々の間にある、被害妄想の苦悩を反映したもので彼らは、選挙結果を取り消したいと考えている。 と述べた。陰謀論の拡散を研究する報道記者、チップ・ベレットは、一部の人たちにとって、自分の応援する側が選挙で負けたとき、これは、腹黒い、邪悪な奴らが、何らかの不正を行ったが、彼らを納得させてくれて我慢できる、唯一の説明なのですと述べた。政治作家のダナミル・バンクは、ワシントン・ポスト氏への執筆で、ボブ・シュルツのオバマ市民権理論を、 ティンホイルハット旅団に由来するおとぎ話と表現した。コロラド州選挙人のカミラ・オーガーは選挙人団へのロビー活動に対して、この国に憂鬱で不条理な主張をする頭のおかしな人が、これほど多くいることが心配になりましたと述べた一部の解説者は、人種差別がオバマ市民権陰謀論の推進を動機づける要因だと断言している。 ヘイト団体や過激主義を監視する団体南部貧困法律センター代表のジェリーチャード公演は2009年7月に支持者に向けて電子メールを送り、この陰謀論は反ユダヤ主義によるデッチ上げで黒人男性が大統領に選ばれたという事実を受け入れられない人種差別の過激派によってルフされたものだと宣言した。 オバマがどうやって二つの IB リーグ機関に入会を果たしたのかというドナルド・トランプの疑念並びに私は黒人と素晴らしい関係を持っているという彼のコメントは特にデビッド・レムニック、デビッド・レターマン、ビル・マーハーなどからトランプの人種差別を非難させるに至りオバマに関する人種への注目を高めた2011年4月 ティーパーティー活動家で地元オレンジ軍の共和党執行委員会のイーン・マリリン・ラベンポートは写っている2匹のコチンパンジーをバラク・オバマとみなして出生証明書がない理由が今わかったとの書き込みをそこに加えた人種差別と広くみなされる写真を電子メールで拡散させて全米規模の物議を巻き起こした 同月後半に、オバマの証明書等本が公開された後、ニューヨークタイムズ紙は、オバマを狡猾な他者だと描写する。この活動が、白人大統領に対して実行されるだろうとは、考えられないと、社説で述べた。数多くの個人やグループが、オバマには、アメリカ合衆国大統領へ立候補あるいは、就任する資格がないことの確認を求めたり、 市民権に関連する追加書類の開示を強制することを求めて州、または連邦政府を相手ドリ訴訟を起こした。2008年12月中旬までに、ノースカロライナ州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ハワイ州、コネチカット州、ニュージャージー州、テキサス州及びワシントン州などの州で、 オバマ的覚性に異議を唱える訴訟が少なくとも17件提起されたが、いずれの訴訟においても裁判所は原告の請求を棄却している。このような市民訴訟における大きな障害は、大統領候補者、または大統領選挙人であったアラン・キーズを除いて、原告が当事者的格を欠いていることにある。ペンシルベニア州東部地区連邦地方裁判所の アール・バークレイ・サリック・判事は、ある訴訟を棄却した際に、当事者的確の重要性について、次のように説明した。判事は、当事者的確性を要件とする、主な目的の一つは、裁判所が、損害があまりにも曖昧な問題には、判断を下さないようにすることであると指摘している。これは、個人的な損害を受けていないが選挙結果に不満を、 持つ有権者が人々が記憶している中で最も過酷な予備選挙において過剰とも言える身元調査を受け何千何百万人もの人々が投票した候補者を無効にすることで民主主義のプロセスを脱線させようとしている大統領選挙の場合特に当てはまるものであるジョセフ・ファラーはワールドネットデイリーの出版物を通じてオバマは すべての疑問の答えとなる州の出生証明書の公表を阻止するために数十万ドルと推定される額を支出することを決めたと述べた。ファラーのワールドネットデイリーはオバマが大統領選でパーキンスクイ法律事務所に支払った額に基づき主張する支出額を170万ドルに引き上げた。しかし、 マザー・ジョーンズ氏が指摘しているように、オバマ陣営が弁護士を雇ったのは、大統領選後の業務縮小と選挙資金規制法の要件を満たすため必要に駆られてであり、訴訟でオバマ大統領を代理する弁護士のうち少なくとも一人は無給で働いていると述べている。またマザー・ジョーンズ氏がインタビューした他の弁護士は、バーサー訴訟は簡単に勝てるので、金銭的には 極めて最小限のコストで解決できたと述べている。2008年8月21日、ペンシルベニア州弁護士、民主党員で、元州検事総長代理のフィリップ・ j バーグは、オバマは、ハワイではなくケニア生まれであるため、ケニア市民あるいは幼少期に住んでいた、インドネシアの市民であるとして提訴し、オバマのウェブサイトで公開されている。 出生証明書は偽造されたものであると主張した。2008年10月、連邦地方裁判所アールバークレーサリック判事は、バーグには、訴訟を提起する資格がなく、主張のために資格を得ようとする試みは、啓白かつ議論に値しないとして、訴状を却下した。バーグは、第三巡回区公訴裁判所を通して、合衆国最高裁判所に裁量上訴令状を、 求める、請願書を提出した。2008年12月10日、最高裁は12月15日に予定されていた、選挙人団による大統領を決める、投票の差し止め請求を却下した。2008年12月15日に、バーグ陣営は、差し止め請求を再提出したが、2日後、最高裁判事、アンソニー・ケネディはコメントもなく、訴えを退けた。 バーグは前回却下された、裁量上それ以上請求を2008年12月18日に、アントニン・スカリア・ハンジ宛てに再度提出し、最高裁は1月12日これを却下した。スカリア・ハンジに宛てられ、裁判所に付託された停止申し立ても2009年1月21日に略式で却下された。2009年11月12日、 第3巡回区構想裁判所はバーグには訴えを起こす資格がないとする連邦地裁の判決への指示を表明した。2008年10月17日、アンディ・マーティンがハワイ州巡回裁判所に訴訟を起こした。このアンディ・マーティンはかつて第11巡回区構想裁判所から 長年アメリカの司法制度を乱悪用してきた悪名、打く執念深い疎検乱用の訴訟家で、訴訟を彼の敵に対する残酷で効果的な武器として使用していると断言された人物であった。マーティンは訴状で州政府に対し、オバマ上院議員の出生証明書全文の写しを公開するよう求めた。ネット上でオバマジミエが公開した、 出生証明書の証本には出生地はハワイ、ホノルルであることが記載されているが、マーティンは事実に基づいて正確さを追求し徹底的な調査を行うため、ウェブサイト上に掲載された証明書ではなく、州からオバマの出生証明書の写しを入手する必要があると主張した。ハワイの法律では記録の関係者、または配偶者、両親、 子孫、または共通の祖先を持つ人、またはその代理を務める人だけが生態記録の写しを取得することができるとされている。裁判所は、マーティンは当該記録に関する直接かつ具体的な利益を書いているとして、訴えを却下し、他人の出生に関する文書を取得する法的地位も書いていることを指摘した。2008年10月、 ニュージャージー州の弁護士、レオ・ドノフリオが、オバマと共和党大統領候補ジョン・マケインを呼び、社会主義労働者党大統領候補、ロジャー・カレーロの大統領的覚醒を問う訴訟を起こした。ドナフリオは、オバマは、アメリカとイギリスの二重国籍であり、マケインは、パナマウンガ地帯生まれ、カレーロは、ニカラグア国籍を、未だ保持しており、三名とも大統領には、 不適格だと主張した。なおドナフリオは他のものとは違いオバマはハワイの外で生まれたとは主張していない。またオバマがアメリカ国籍を保持していることも争ってはおらず、出生による合衆国市民かどうかを問う頼みである。本件はクラレンス・トーマス判事によって最高裁に付託されたが、訴状が届いた2008年12月8日、 最高裁はコメントすることもなく、審理を拒否した。2008年10月31日、コネチカット州グリニッジ在住の健康食品店オーナー、コート・ロトノースキーが、コネチカット州州、トム長官、スーザン・バイサウィッツを相手取り、コネチカット州最高裁判所に、大統領候補、オバマのハワイの出生証明書の審議を問う裁判を、起こした。 裁判は初審のみ開かれ、訴えは却下された。ロトノースキは11月25日、連邦最高裁に上訴し、オバマの父親が英国市民権を持つことから、次期大統領は大統領に就任する資格がないと、訴えた。先に訴訟が却下されていたレオ・ドノフリオもロトノースキを、支援した。 大統領就任差し止め請求は2008年12月15日に裁判所からのコメントなしで却下された。裁判経験が豊富で最高裁判決に詳しい弁護士のトーマス・ゴールド・スタインは次のように述べている。もしここで生まれたなら出生による合衆国市民であるというのが法の考え方です。そしてオバマの母親もそうですが、 合衆国市民が親であるなら、なおさらそうでしょう。保守活動家、アラン・キーズと、アメリカ独立党書記長、マーカム・ロビンソン及び、カリフォルニア州選挙人候補者は、2008年11月14日、オバマが出生による合衆国市民。であることを示した文書の提出を求める訴訟を起こした。キーズはインタビューで、 本件は憲法に定められた要件の修正を求めたものではないと述べ、オバマの父方の義理の祖母は、バラクオバマが出生による合衆国市民で大統領になる資格があるか疑いを持っていると述べていると主張した。カリフォルニア州最高裁判所判事マイケル・ピー・ケニーは、キーズの職務執行令状請願に対する州、務長官、デブラ・ボーエンとオバマによる異議申した手を、 訴状の修正許可を出さずに認め、さらに、オバマの召喚令状を無効にする申し立ても認めた。また、キーズには、当該記録を受け取る権利がないとの判断が示され、訴えは無効とされた。カリフォルニア州公訴裁判所は2010年10月25日、カリフォルニア州最高裁判決を支持する旨を表明した。2008年12月、スティーブ・アン・ケニーとビル・クルースは、 インディアナ州知事に対して、バラク・オバマとジョー・バイデンを、チーフ・エレクターズ・ママ、に任命するための一般投票を禁止する、特別禁止令状の申し立てを提出した。2009年3月16日の審理で、知事の帰却申し立てが認められた。原告は、インディアナ州控訴裁判所に上訴し、控訴裁は2009年11月12日に、この判決を指示した。 控訴審判決は、オバマの父親が、米国市民権を持っていないことが、オバマの大統領資格に影響を与えたかという、問題に対して、憲法、第2条第1項第4項の文言と、ウォン・キムワーク裁判で示されたガイダンスに基づき、我々は、米国国境内で生まれた人は、両親の市民権に関係なく、第2条第1項の目的のため、出生による、 合衆国市民であると結論づけると述べている。2009年1月、チャールズ・カーシュナータ原告の代理人弁護士、マリオ・アプッツォアオバマは大統領に不適格であり、議会は、その確認を怠ったとして、オバマ及びアメリカ合衆国議会、ディック・チェーニー上院議長、ナンシー・ペロシカ院議長を提訴した。ニュージャージー州連邦地方裁判所は、原告は、 法律上の利益を有しないとして、訴えを却下した。2010年7月3日、第三巡回区高訴裁判所は、バーグタイ・オバマを引用して、却下判決を指示し、アプッツォに軽薄な訴訟を起こしたことに対する制裁を、免れる理由があれば、それを示すよう命じた。その後のアプッツォの審問要求は却下されたが、理由を示せとの命令は取り消された。 2010年11月29日、米国最高裁はコメントなしで審理を拒否した。2009年1月20日の午後、弁護士、オーリー・テイツは、ウィリード・ドレイクラを原告として、オバマを連邦裁判所に提訴した。2009年7月13日、裁判長が再訴え可能として、訴えを棄却したところ、翌7月14日、テイツは、アラン・キーズ。 ウィリー・ドレーク、シンシア・デービス、ゲール・ライト・フットほか、地方政治家や軍人らを原告として、再訴えした。テーツは、オバマは、大統領就任資格がないとする確認判決と、大統領としての行動や使命を無効にする、差し止め命令を求めた。その後、原告のマーカム・ロビンソンとウィリー・ドレークは、弁護士、オーリー・テーツが、 弁護士代理人書類への署名を拒否し、代わりに二人の原告からの解任を申請したとしてて、いつも解任を試みた。2009年9月8日、デイビッド・オーカーター犯人は、ロビンソンとドレイクを原告から解任する申請を棄却ユナイテッド・ステイツ・ジャスティス・ファンデーションのゲリー・クリープを、 代理弁護人とする申し出を認め、アーサー中里判事の解任を拒否し、2010年1月26日を後半期日とした。2009年10月5日の審理で、カーター判事は、被告の帰却申し立てを検討したが、まだ検討すべき事項があるとして、判決を先送りした。2009年10月7日、カーター判事はこれまで、暫定的に予定されていた。 略式判決申し立てと、後半日程を確定する議事録命令を発表し、2009年10月29日に、訴えを帰却した。2011年12月22日、第9巡回区構想裁判所は原告には、大統領就任資格を訴える当事者資格がないとして、帰却判決を指示した。2012年6月11日、最高裁は、 コメントなしで審理を拒否した。2012年8月14日、定越は新たな証拠を挙げて、カーター判事日本権を再審するよう申請したが、2012年8月31日、申し立ては却下された。2009年3月5日、退役空軍大佐グレゴリー・エス・ホリスターの代理人弁護士、フィリップ・バーグがバラク・オバマを相手ドリ訴訟を起こした。 コロンビア特別クレンポー地方裁判所は訴えを却下し、裁判長、ジェームズ・ロバートソンは、この訴訟は裁判所の時間の無駄であ、バーグともう一人の弁護士は、挑発者のエージェント、地元の弁護士、ジョン・ヘメンウェイは、彼らの聖戦における不評だとした。また、嫌がらせのような不適切な目的で訴状を提出した、ことに対するペナルティとして、 ヘメンウェイが、オバマの弁護士費用を支払わなくても良いとする理由が、もしあれば示すようヘメンウェイに命じた。地裁は、最終的に、ヘメンウェイを出席し、コロンビア特別区巡回区構想裁判所は訴訟の、却下とヘメンウェイへの出席を指示した。2009年2月1日、米陸軍予備役少佐、ステファン・クックは、オーリー・テーツにメールを送り、訴訟への参加を申し出た。 5月8日、クックは2009年7月15日から1年間のアフガニスタン派遣志願を申請した。軍は志願を受けて派遣当日軍に出頭するようクックに命令した。だが7月8日、クックはテーツを弁護士とし、オバマは出生による合衆国市民ではなく米軍の最高指揮官としての資格に欠けるため派遣命令は無効であるとして保全処分と、 良心的兵役拒否者の地位を求める訴えを起こした。軍は直ちに派遣命令を取り消した。広報官は、現役復帰を志願した、予備役軍人に対する派遣命令は、出頭期日前であれば取り消されることもあると、コメントした。これにより、クックの訴訟は、ムートであるとして7月16日帰却された。ジョージア州中部地区連邦地方裁判所に提起された。 この訴訟において、クックは、この大統領の指揮下で、米国外で、軍事行動に、従事するならば国際法に違反して行動することになる。同時に、任務を忠実に遂行した場合は、戦争犯罪人として起訴される可能性もあると、主張した。なお、アフガニスタンへの派遣を志願する前の4月。 テイツがオバマの米市民権問題を提起した手紙に書かれたリストにはクックの名前も含まれていた。クックがジョージア州で起こした訴訟には他にも退役した陸軍少佐と予備役空軍中尉も原告団に加わった。クックへの派遣命令は取り消された後、政府広報官は中央特殊作戦軍指揮官はクック少佐には従軍を求めないことを決め、 派遣命令を取り消したと説明した。アメリカ中央軍広報官は、派遣命令取り消しは、クックの主張を認めたものだとする話は誤りだと一周し、クック調査あるいは彼の弁護人による奇怪な主張は、決して認められない。これが、大統領の適任性に関する権威を認めるものだと、する考えは、まさに誤っていると述べた。提訴後でいつは、クックは職場が、 異常な状況になったため勤めていた民間軍事関連会社を解雇されたと訴えた。2009年7月16日、クックの訴訟は、FOX ニュースのショーン・ハニティの番組で大きく取り上げられた。ハニティは2番目のリポートで次のように述べている、火曜日の放送で、オバマ大統領が、米国市民であることを証明していないという理由で、派遣命令に異議を唱えた。 陸軍予備役の兵士、テファン・フレデリック・クック少佐についてお伝えしました。少佐は近日中にアフガニスタンに派遣される予定でしたが、その命令は取り消されました。彼の弁護士は、命令は取り消しだとだけ言われました。何の説明もなく、理由もなく、ただ取り消されたましたと述べています。 クック少佐と彼の弁護士はこれを軍側が大統領が生まれながらにして合法的な市民ではないことを認めたものだと捉え結果を喜んで受け止めています。ハニティはバーサー運動を広めたことで批判を受けた。ブログニュースハウンズには次のような指摘もある。フォックスニュースの報道はバラクオバナは米国で生まれていないので違法な大統領であると主張し続ける。 不合理で根拠のない陰謀論者、バーサーたちに正当性を与えている。ショーン・ハニティの、オバマは大統領になる資格がないという理由で、アフガニスタンへの派兵に異議を唱えている兵士についての報道もその一つだ。ハニティは、オバマの出生証明書が入手可能であることや、バーサーの主張が徹底的に調べ上げられ完全に否定されていることを、リポートの中で指摘していない。 さらに昨夜は、派遣命令の取り消しは、少佐の主張が真実であることを示すものだとさらに、踏み込んだ報道をした。だが、ハニティはこの兵士のペテンを示す重要な詳細については、触れていない。Google ググで検索してみれば、すぐに見つかる、ジョージアレジャーインクワヤラーガミ、ママ、の記事でも、この点は指摘されている。クックは、 5月8日にアフガニスタンでの任務を申請した。これはオバマが大統領に就任してからかなり後のことだ。そして約2ヶ月後の今になって、オバマには大統領になる資格がないと主張している。そして、形式的とも言える。この命令を取り消すため、彼は行政手続きを取る代わりに連邦裁判所に訴えたのだ。ニュースハウズ、サイティングザレジャー。 インクワイアラーコロンバスレジャーインクワイアラー氏でこの訴訟が報道されると同志は書面による脅迫もあったが一つの記事で過去最高のアクセス数で数百通の電子メールを受け取り50万人近くの新規読者を獲得したという脅迫があったことからクック訴訟が審理された裁判所周辺では警備が強化された 事件に関する新聞記者を保護するための予防措置が取られた。編集長のベン・ホールデンは次のように述べている。彼らには正義感を持っているのを感じました。宗教的とも言っていいような正義感を。彼らは今の大統領を憎んでいるんです。2009年9月、帝ツは米陸軍のグニコニーローズ大尉の代理人としてローズのイラク派遣を阻止するため、 派遣差し止め命令を求める訴訟を起こした。テーツは、禁止命令の要求の中で、オバマ大統領が違法に大統領を務めているため、この命令は違法であると主張した。9月16日、連邦判事クレーディーランドはこの申し立てを却下し、軽薄なものであるとして非難した。判決から数時間後、テーツは、ニュースサイト、トーキング、ポインツメモで、 訴訟を審理することを拒否したランドの行為は、反逆罪に当たる行為だと思うと述べた。二日後、テーツは帰却命令の再審理を待つ間は、ローズの派遣を停止するよう申し立てを行った。テーツはランドに対する反逆罪疑惑の主張を繰り返し、ランドがオバマによる独裁政治の野望を補助していたなど、数々の説度を書いた発言を行った。 ランドハンジは申し立てを軽薄なものとして却下し、テーツに対し司法手続きの乱用で1万ドルの罰金を課されない理由を提示するよう命じた。数時間後、ローズの署名入りの手紙が提出された。その中には、テーツがローズの知らないうちに同意を得ずにこの申し立てを行ったこと、この事件の代理人弁護士としてテーツを解任するよう求めていること、 そして非難されるべき非専門的な行為をカリフォルニア州弁護士会に告訴する予定であると書かれていた。2009年9月26日、テーツは却下されたローズの訴訟は今や処罰の対象となる準刑事事件となったため弁護士と依頼人の間の秘密情報を法廷で漏らす可能性があることから ローズの弁護人を辞退したいと裁判所に申し立てを行った。2009年10月13日、クレーランド判事は、弁護士、オーリー・テイツは、連邦民事訴訟規則第11条違反による、非公に対する制裁として、この命令の日から30日以内に、ジョージア州中部地区初期官事務所を通じて、アメリカ合衆国に2万ドルを支払えと言い渡し、 理由を次のように述べた。当裁判所は、訴訟代理人の行為は故意であり、単に過失があっただけではないものと判断した。それは訴訟代理人の側の不誠実さを示すものである。弁護士である訴訟代理人は、知識があり、規則に従い裁判所を尊重する義務を負っていた。訴訟代理人の行動パターンは、過失によって、法律の規定に違反したものでていないことを、 決定的に証明している。訴訟代理人は故意に民事訴訟規則第11条に違反していた。裁判所の理由開示命令に対するその反応は、その傲慢さに息を呑むほどで、妄想の域にまで達しており、自らの不正行為について何の反省も後悔もしていない。それどころか、法廷に対する根拠のない攻撃を続けてもいる。テツは、 判決を受けて、ランドハンジは、抑圧的なオバマ政権の体制に逆らうのを恐れており、制裁は彼女を脅迫しようとするものだと反論、制裁を不服として上訴すると述べた。2010年3月15日、第11巡回区控訴裁判所は、制裁を認め、テーツに制裁金2万ドルの支払いを命じた。7月8日、テーツは最高裁に上訴したが、 7月15日、クラレンス・トーマス・ハンジは本件への介入を拒否した。7月20日、テイツは審理拒否判決に記載された署名が、本当にトーマス・ハンジの署名であるかを確認したいとして、単眼書を提出し、さらにサミュエル・アリート・ハンジにも単眼書を提出した。アリートが本件を全判事に付託したところ、8月16日、全判事が介入を拒否し、 テーツに対する制裁判決を支持する判断を下したことが発表された。ジョージア州の活動家、カール・スウェンソンが率いる一部の運動家は、オバマ大統領を起訴するために、市民大陪審なるものを開いて、最終的には、オバマ大統領の出生証明書の背後に隠れた陰謀を暴こうとした。なお本来の大陪審は、何人も大陪審による告発。 または、正式基礎によるのでなければ、死刑を貸し得る罪その他の破廉地罪につき、構想を提起されることはない。という修正第5条の規定に基づいて開かれるものである。活動家グループは、基礎上のコピーを連邦議会職員に配ることは、できたが、裁判所は、市民代陪信を、好意的に見ることはなかった。2009年6月。 172人の運動家からなる団体が、自らを、スーパーアメリカン大陪審をスーパー、アメリカングランドジュリーと宣言し、オバマを反逆罪で告発することを投票できめ、オバマは、米国市民ではないと非難した。コロンビア特別クレーンポー地方裁判所の、ロイス・ランバース裁判長は、7月2日、起訴状を却下し次のように言い渡した。 訴訟規則上も、米国の法令上も、本法廷が受理する権限はない。この、基礎上なるものを作成した人々は、大陪審を務めるために本法廷に召集された、わけではなく、また、本地区から公正かつ無作為に選出されたわけでもない。こうしたグループによって発行された事象、基礎上あるいは、告発上は、いかなる場合でも合衆国の憲法を及び、 法律の下では効力を持たないオバマの国籍と大統領資格を問う論争に影響を受けて多くの共和党が支配的な州や連邦議会で将来の大統領候補者に出生証明書のコピーの公開を義務づけることを目的とした法案が提出された。中にはオバマ大統領に対する出生証明書関連の訴訟を支援し共同で原告となった議員もいた。 なお、ハワイ州議会は、これとは反対の動きを見せ、出生証明書公開推進派がこの問題を追求することができる範囲を制限した。今後の適格性問題へ対応するための法案、オクラホマ・オクラホマ州議会議員、マイク・リッツは2008年12月、オクラホマ州では、あらゆる公職の候補者は、市民権証明を提示しなければならないとする。 法案を衆議会に提出した。リッツは、オバマが、出生証明書の本物のコピーを提示したとは思って、いないと発言し、オクラホマ州選出の共和党上院議員、トム・コバーンと事務イ員ホフにも接近して、連邦議会で、オバマの確認を求める、よう説得しようとしたが、これは失敗した。オクラホマの日刊誌、ノーマントランスクリプト氏は、 リッツの提出した衆議会法案第1329号は主にインターネット上でパジャマを着たゲリラたちが攻撃した市民権問題を抱えるバラク・オバマ大統領に対するあからさまな嫌がらせ行為だと報じた法案は23から20票の支持を得たが通過ラインの25票には届かなかったテネシーテネシー衆議会の共和党議員ステーシー・キャンプフィールド グレン・カサダ、フランク・エス・ナイスリー、エリック・エイチ・スワフォードの4人は、2009年2月に、オバマの出生証明書公開と市民権の証明を求める訴訟に参加すると発表した。テネシー州議会共和党委員長のカサダは、オバマは資格を証明する、さらなる証拠を持っていると信じており、それを公開してほしいと述べた。そう、人々はこう言うかもしれません。 あなたは陰謀論を追いかけているだけ。でもオバマに求められているのはただやるというシンプルな行為です。我々はもうやりました。前に進むだけです。大衆紙ナッシュビルシーンは、スワフォードを奇抜な法的措置に参加していると述べ、テネシー州議会のミニ首都議員ラリーミラーの次の発言を引用した。こうやって継続的に、 こういう間抜けな声明を出す人の精神構造ってどうなってるんだろうね。見てて恥ずかしいよ。カリフォルニア州の弁護士、オーリー・テイツは、NPO 団体、デフェンド・ワン・フリーダム・ファウンデーションを代表して、訴訟を起こす予定だと述べた。水売水リ・ミ州議会の共和党議員15名が2009年3月、州議会に、水ズ州憲法の改正案を提出した。 内容は、アメリカ合衆国憲法で出生による、合衆国市民であることが求められる、公職候補者は、適格性を証明するため、水売り収集、ストム長官に出生証明書を提出すること、この場合誕生証明書は受け付けない、提出を怠った場合、当該候補者は、不適格とみなすというものである。なお該当する公職は、 大統領と副大統領で、この二つの役職のみ、米国憲法において、市民権資格を問われる。この水売ー州憲法改正案は、有権者の権利焦点の一部であり、汚職、不正行為、先制政治からの防衛策として機能することになると、されたが、政治コメンテーターらは、バラク・オバマ大統領の大統領就任資格を、疑う過激派運動の主張を助長することを、 目的としたものと解釈した。この法案は結局取り下げられた。ミズーリ州の共和党政治家で市民権問題に関する主張や訴訟を支持し続けている政治家は少なくない。シンシア・エル・デービス、ディモシー・ワブリュー、ジョーンズ・イ、e ・エヌ、ケイシー・ガーンジーラ3人の衆議会議員はミズーリ州で起こされた。 オバマの市民権に異議を唱える訴訟に原告として参加することを約束している。エドガー・ GH エエメリー衆議会議員は2009年7月記者団に対しオバマの市民権に疑問を持ってており、いわゆる正規の出生証明書がないという彼の主張は憲法を無視したものだと語った。アリゾナ2010年4月19日、アリゾナ衆議会会員で大統領候補者に 大統領になるための憲法上の要件を満たしていることを証明する書類の提出を義務付ける条項が採択された。もし法案が制定されれば、大統領候補が提出した書類が要件を証明するのに十分ではないと信じる合理的な理由がある場合、アリゾナ州州、ストム長官に候補者の名前を州の投票用紙に記載しない権限が与えられることになる。 法案は、アリゾナ州議会会員での投票で31対29で可決され、うち賛成票を投じたのは、共和党員のみで、一部の共和党員は、民主党員と一緒に反対票を投じた。法案は、その後アリゾナ州議会上院での審議に移ったが、上院では、法案通過の期限である2010年4月の会期、終了までに投票が行われなかった。 この法案に対し、地元の日韓紙アリゾナリパブリックは、頭のおかしいバーサー法案で、アリゾナが、どんなに蒸気を逸した、法案でも気まぐれに法制化することができる場所に見えて、しまうと述べている。法案指示者である共和党の、セシル・アッシュ・アリゾナ州会院議員は、CNN の報道番組アンダーソン・クーパー360度に、出演してこの法案について議論にした。 この時アッシュはオバマ大統領がアメリカ市民であると信じているとしつつもこの問題については多くの論争が起きているとも指摘したそこで司会のクーパーは出生証明書疑惑を信じている人たちを月がチーズでできていると信じている人たちに例えアッシュにガツがチーズでできていないことは調査しなくてもご存知でしたよねと尋ねたところアッシュは それはそうだと肯定する返事をした。テキサス2010年11月16日、テキサス州議会下院議員、レオバーマンは、テキサス州で立候補する大統領、または副大統領候補者は、テキサス州、ストム長官に、出生による合衆国市民であることを示す出生証明書の原本を提出することを義務付ける法案を提出した。 バーマンはこの法案について説明する中で、ケニアで生まれたのか、どこか他の場所で生まれたのか、アメリカ国民がわからない大統領がいるので、この法案は必要だと述べた。仮に法制化された場合、法案は2011年9月1日に施行され、2012年の大統領選挙に向けたテキサス州での予備選開始の約6ヶ月前に施行されることになる。バーマンは、 法案に原本という言葉を挿入することで、その言葉を含まない他の法案は欠陥があるという陰謀論者の懸念に応えた。バーマンの法案は2008年6月以降オバマが証拠として使用してきた出生証明書コピーの使用を具体的に禁止するものである。ただし証明書のコピーは一般的に出生の証拠として政府機関によって受け入れられているため、 このような法案の適法性は不明である。就職員の負担を減らす法案2010年5月12日、ハワイ州のリンダ・リングル知事は、州への情報公開請求が事前の請求内容と重複しているか実質的に類似していると判断された場合には、その請求を無視することを認める法案に署名した。2009年1月8日の合同会議で、 選挙人病が集計されて、大統領当選者が認証されることから、選挙人投票の結果を拒絶して、オバマの大統領選出を阻止する、両連邦議会の議員に働きかけた、活動家もいる。共和党の会議員、ジョンリンダ、トロンポールに対しては、他の会議員よりも、オバマ認証に異議を唱える、可能性が高そうだとして活動からによって激しい、ロビー活動が行われた。 だが、ロビー活動は、失敗に終わり、オバマを当選者とする選挙人投票結果は、全会一致で可決されている。2009年3月、フロリダ州第15選挙区選出の共和党、新人会議員ビル、ポージーは、会員に、法案、HR1503 を提出した。この法案は、1971年の、連邦選挙運動法を改正し、 大統領選の候補者に対し、選挙運動委員会の設立届で書に、候補者の出生証明書コピーを添付すること及びその、関係書類を提出することを義務付けるものである。この法案は当初、共同提案者がおらず、共和党指導部に、連絡のないまま議会に提出された。ポージーの地元フロリダの日刊誌、フロリダトゥレイは、法案について、 2008年の大統領選中に、オバマ大統領が、ハワイで生まれたかどうかを疑問視した、非主流の反対派に由来するものだとコメントしたが、ポージーの事務所は、オバマの市民権を疑問視するものではないと、付け加えている。ポージーは、法案の趣旨について、問題が、テーブルの上に乗らないよう、出生証明書を事前に要求し、 将来こうしたことが起こるのを防ぐためと説明している。一方、フロリダの民主党は、法案を、共和党の過激派たちの噂話を煽るもので、右派に迎合するものだと強く非難した。風刺家、コメディアンのスティーブン・コルベアは、ポージー自身も、ポージーは、半分ワニの血を引く、ワニ男だという噂話を無視しているとからかった。ポージーはこれに対し、 私がワニの私生児の孫だということを言う必要はないとコメントし、さらにオバマが合衆国市民であることを疑う理由もないと語った。批判があったにもかかわらず、ポージーの法案は12人の共和党、共同提案者の賛同を得た。支持した議員は、ジョン・カーター、ケニー・マーチャント、ルイ・ゴー・マート、ジョン・カルバーソン、ランディ・ノイ・ゲバウアー、マイク・コナウェイ、 テッド・ポー、ジョン・キャンベル、ボブ・グッド・ラット、ダンバートン、マーシャ・ブラック・バーン、トレント・フランクスである。共和党上院議員、トム・コバーンも、仮に、法案が上院で審議されることになれば、賛成すると思うとしながらも、オバマは、憲法の求める大統領の要件を満たしている、連邦政府の役職につくのに的確かどうかの、判断は、各州の責任のもとに行われると述べた。 7月27日、米会員は、ハワイ修正50周年記念決議案を可決した。この決議案は、ハワイを、オバマ大統領の出生州と認める文言を含む、もので、378対0で可決され、当時違法案の共同提出者のうち数名、名前を挙げると、キャンベル、カーター、マーちゃんとは、投票を棄権した。オバマ大統領は、 ハワイで生まれではないとする人々の間で共通しているのはオバマ大統領が出生証明書の完全版を公開すれば全ての疑念は解決するだろうと主張していることだ。しかし政治評論家、コメンテーターらはもしそれをしたらオバマ大統領にとって不利になるだろうと指摘している。第一に、なぜ文書を公開するのにこれほど時間が。 かかったのかという憶測を助長すること。第二に、性的の要求に屈することは彼らに勝利を与えたこととなり、そうしたグループを奮起させる可能性があること。最後に、出生証明書とは関係のない他の、個人的記録までも要求される可能性の扉を開くことになり得るためである。こうした懸念にもかかわらず、オバマも、オバマの報道官も、 最終的にはこの問題に関する記者の質問に答えた。2009年5月27日の記者会見の最後、ワールドネットデイリーのリポーター、レスター・キンソルビングが、オバマの出生証明書について報道官に質問した。ホワイトハウスのロバート・ギブズ報道官は、インターネット上で、閲覧可能ですと答えたが、キンソルビングは、いやいやいや、 病院名と医師名が記載されているロングフォームのことですとさらに質問した。ギブスは次のように答えたレスター、今されたような質問にはいろいろな意味で驚き続けています。ハワイ州は大統領のハワイ生誕についてハワイ州の印象付きのコピーを公開しました。ハワイ州が大統領の出生を証明したこととその出生証明書の存在と疑い続ける 人々が少なくとも40万人くらいいることは知っていますが、その証書はネット上で閲覧可能です。なぜなら、私たちはその40万人の一人数とがダウンロードできるようにインターネット上にそれを置いたからです。2009年7月27日の記者会見でラジオトークショーの司会者ビルプレスがこの問題を解決するために何か言えることはないかと。 質問したところ、ギブズは、ない。本当に何もない。と述べ、なぜなら、オバマがすでに証拠を提示しているにもかかわらず、作り物の、でっち上げのナンセンスの方を追いかける、人々の、心を満たす方法は何もないからだと述べた。2009年8月6日、ギブズは、ハリウッドでは、こんな脚本は売れないだろうとしながら、問題の論点をまとめ、完全に同化しているよ。 とコメントした、ある妊婦が海外で子供を産むために家を出た。パスポートは持っていない、つまり共謀者がいる。そして、そのどこの国の出生名簿にも存在していなかった子供を密輸してアメリカに連れ戻り、驚くべき先見の名を持ってハワイの新聞の出生欄にその名前を載せた。こうしたことが、密かに国境で行われていたのだ。すべては、 そのバラク・オバマという名の子供が46年と半年後にアメリカ大統領選に立候補できるようにするために2010年8月29日バラク・オバマは NBC のアンカーマンブライアン・ウィリアムズとのインタビューでこの問題を直接取り上げたウィリアムズはアメリカ人の5分の1はオバマを アメリカ生まれでもキリスト教徒だとも思っていないと答えていることをどう思うかオバマに質問した。オバマは新しいメディアの時代には誤った情報のネットワークが常に量産され続ける。そういったメカニズムが存在する。と答えた。そして自分の時間の全てを頭に出生証明書を貼り付けたまま過ごすことはできないと述べた。オバマは 自身の出生証明書や国籍にまつわる陰謀論をジョークのネタにすることもあった。2010年のホワイトハウス記者協会主催の夕食会でオバマは人生において愛よりも見つけるのが難しく守るべき大切なものはほとんどないと述べた後、そう、愛と出生証明書だと付け加えた。2011年のグリディロンディナーではブルース・スプリングスティーンのボーン、 インザ・ユーエに触れ、何回も生まれるものもあるとコメントした。アイルランドの成人、聖パトリックの祝日である2011年3月17日、オバマは、先祖といえば、私自身の先祖についていくつかの論争が起きています。私が大統領になって2年が経ちましたが、私の羊についての噂話を売り歩くのに夢中になっている人がまだにいます。 そこで今日はそんな噂を一掃したいと思います。私のヒーヒーヒーおじいさんは実はアイルランド出身です。これは本当の話。正確にはモニーゴールという村です。ああ、これを指摘し続けなければならないなんて信じられない。2012年1月17日、女優ベティホワイトの90歳の誕生日を祝うテレビの 記念番組にオバマは録画出演し、ホワイトに手紙を書いて、彼女の外見とバイタリティーからは、彼女が90歳だとは信じられない、というより、信じないので出生証明書の閲覧を要求したいと、冗談を言った。2011年4月のジョージ・ステファノ・プロスとのインタビューで、オバマは次のように述べている。この二年半の間に、共和党にとって短期的には、 政治上都合が良い方法で私を攻撃しようとする動きがあったと思いますが実際の選挙戦ともなればこれで問題を抱えるのは共和党の方だと思います大多数の人々は大統領は大統領自身が言った通りハワイで生まれたと確信していますから大統領選ともなれば意見が対立する問題もいくつかあります例えば失業率をもっと早く下げるべきだとか ガソリン価格についての計画を知らせるべきだとか。しかし、陰謀論や出生証明書は有権者は気にかけません。だから、これは彼らにとって問題となるのだと思います。2011年4月27日、オバマは出生証明書原本の公開から1時間後に、ホワイトハウスのプレスルームに現れ、陰謀論をサーカスの余興や呼び込みの声に例えながら、 次のように述べた。我々が何を発表してもこの問題を収束させる気がない人々がいることは分かっています。しかし、私が語りかけたいのは、アメリカ国民の大多数、そして報道関係者の皆様です。我々には、こうした愚かなことをしている時間はありません。やるべきことが他にあるのです。2011年後半、オバマの再選キャンペーンでは、 オバマの写真と出生証明書の画像がプリントされた、マグカップが販売された。オバマジニエは大統領の出生証明書に関する陰謀論を完全になくす方法は本当にないので、それを笑い飛ばして、できるだけ多くの人がこのジョークに参加してもらう方がいいと考えたと述べている。ありがとうございます。